東条界最強といわれる堂島組が独占を狙う巨大な利権、神室町再開発計画。その鍵を握る空の一坪の所有者、牧村誠は立花の生き別れの妹だった。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ、暴力の闇に飲まれていった。しかし神室町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。終わったんか？手術はどないやった？失礼ですが、あなたは？あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫、手術は成功です。ただまだ意識が戻ってません。もしかしたらこのまま目を覚まさないかもしれません。何やと？という状況よ、セラさん。セラ。真島、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば間違いなくとどめを刺しに来る。守りきれん。せやったらどこへ？少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか？俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ。セラ、誠を頼む。俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある。うん？これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。堂島組がおる限りあの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから俺が全部しまいにしたる。お前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか？先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。神室町再開発計画、今までさんざ空の一坪に足引っ張られたが、ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。はっ。そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけですか？その前にまだやることがあるでしょう。
何の話だ。風間組の始末です。立花不動産、日京連、奴らの陰で糸を引いてたのは風間の頭ですから、堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。無所にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。脅し以外はズブの素人だな。ええ、てめえなんだその口の利き方は。風間組の息のかかったもんは全員だ。連中を登場会からきれいさっぱり消さねえ限り、桐生みたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら、徹底的にやらせてもらいますよ親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。ここにいたのか、桐生、錦、牧村誠、まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうか。なあ桐生、お前、真島五郎って男知ってるか。名前だけは聞いたことがある。そいつがどうかしたのか。そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。あの柏木さんを。真島はその後俺んとこにも来た。やられたのかお前。はっきり言って歯が立たなかったよ。そんな奴が誠を探してるのか。ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれねえ。だからといって仲間とは限らねえ。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立花のためにも彼女だけは何としても守りて。そうだな。知らねえ番号だ。誰からだ。セラさん、あなただったんですか。立花社長のことは聞いた。堂島組にやられたってな。俺は今アジア街の陳さんの店に来ている。お前と差しで話がしたい。すぐに来られるか。何の話です。会ってから話す。気をつけてこい。堂島組は今もお前を探してるぞ。桐生さん、あんたの客はあっちだ。橘さんは残念だった。
最後に一目でも妹と会わせてやりたかったな。あんたが必死に助けようとしたことは分かっている。アジア外に住む中国人を代表して礼を言う。ありがとう。よしてくれ。俺は何もできなかった。礼を言われる資格なんかねえ。ゆっくりはしてられません。話ってのは。お前はもうゆっくりしていい。それを伝えに来た。え？牧村誠が堂島組に撃たれた。な、一応峠は越えたがまだ危険な状態が続いてる。意識不明のままだ。何があったんです？それじゃ、彼女は目が見えるようになっていた。少し光を感じる程度だがな。それより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている。早速神室町再開発計画の本格着手に動き出した。しばらく彼女に危険はないだろう。でも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね。信用できるんですか？おそらくな。あいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが、今は心底彼女を守ろうとしている。ただこの先どう動くかはっきりは分からん。それより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。これから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になる。やつはこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていた。だが渋沢組は若い組織。久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要がある。となれば真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除。特にお前は目の敵にされるぞ。それに殺しの濡れ衣も晴れてない以上、薩摩お前を追ってる。お前は神室町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。希望？牧村誠の意識が戻れば空の一壺は日教連が取る。え？そしてそれが風間さんの真の狙いだ。なんだと？あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として俺の日教連に白羽の矢を立てた。立花も空の一壺を日教連に渡そうと動いていた。全てはこの俺を堂島総兵に代わる東条会の跡目に据えるためだ。それじゃ、おやっさんはあなたに東条会を託したってことですか？そういうことになるな。知りませんでした。あなたとおやっさんにはそこまでのつながりか。俺もお前ほどじゃないが風間さんには世話になってきた。俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。足を向けては寝られない。キリュウ、お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかする。だが今牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だ。それじゃ、もう俺にできることはないってことですか？お前はもう十分やった。お前がいなかったら牧村誠は神室町に来る前に消されてたろう。彼女が今なんとか生きてるのもお前のおかげだ。
彼女は今どこに？病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんだよな。芝浦？お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。あとは俺たちに任せて、お前は町を出ろ。いいな。キリュウ。認識。なんだ、どうかしたのか。堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。風間組を襲う気らしいぞ。何？渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。奴は風間の親さんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけてんのは渋沢ってことか。すぐ街の中堂島組で溢れる。俺ら街を出るしかねえぞ。おい、いたぞ、キリュウと錦まで。錦、牧村誠は日教連の世良が保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に型がついたと思っているんだ。だが彼女が生きている限り、殻の一粒は世良と風間のおやっさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げば状況は変わるかもしれねえ。つまりどうしろってんだ。お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。キリュウ、早く行け。錦、分かったよ。お前らの相手はこの俺だ。風間の使いっ走りがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。クゼ、あんた一人か。ああ、組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なチャチャ入れられたくねえんだな。まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ、風間組もおめえも。今その指揮取ってんのは渋沢だがな、誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう東条会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたとこで今のあんたほど手強いとは思わねえ。ああ、あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。
何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえありゃ男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。言うね、上出来だよ。いつでもいいぜ。殺す気でかかってこいや。なんて野郎だてめえは、どこまでも強くなりやがる。クゼの兄貴、なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、堂島組が。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死に燃えてる。日教へ逃げ切る。そこに奴が、渋沢がいる。渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろう。渋沢は殺し屋に女を出せるとき、わざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと。女もセラもおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。キール錦。今アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日教連は芝浦にいるのか。ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キル、車回してくるからよ。分かってんだろうな、キル。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや。ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。
っちゃった。無視かよ。ほら。なんだよ、忘れしまったのか、俺らのことは。あんまり偉そうに街歩いてっと、またボコボコにしまぞ。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。ま、とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。てめえ、ごめんなさい。すいません、すいません。チンピラ相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがあるん。へえ、どこ行くんだ。堂島組。堂島組？おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。空の一坪はもう誰のもんでもない、闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は死んだのか。手放せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か、たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。誠から電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。親父、世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします。構わねえ、始めろ。はい。
奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。お前らの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。日教連だ。こっちも始めようぜ、キリュウ。柏木さん、風間組か。キリュウ、錦山、お前らは船だ。渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。キリュウ、行こうぜ。後ろからも来やがった。柏木さんは何やってんだ。キリュウ、俺がここで連中を食い止める。お前一人で先に行け。ニシキ、心配すんな。俺は大丈夫だ。お前は誠を守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。だがいいから行け。あいつを止めねえと風間の親さんにも死んだ橘にも顔向けできねえだろう。渋沢をぶちのめすのはやっぱりおめえの役目だよ。だから必ずあいつを止めろ。わかった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよ。よし、行け。
きやって、そんなんで俺は止まらへんぞ。こいつやべえぞ、いいからしまってる。いい加減にしとけよこのガキ。お前ら下っ端の首は風に入らんねえ。さっさとどかんかい、ボケが。元島の海、真島五郎が。18人殺しの冴島大河の兄弟分。お前ら、二人揃って随分と時代がかかってんな。やっと見覚えのある顔や。頭王座の阿波野ってもんだ。顔ぐらいは知ってたろ。ああ、お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。はそのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいわ。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。おめえが時代に合ってねえってだけのことだ。本気で備え思うとるんやったら、俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどないや。自分のくだらん生き方を三宅面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうって頭が働いちゃうな。ゴルフに女に高い酒、全部くだらねえたわごとだ。そいつを漁ってるうちに俺の背中に背負ったすんよ、えらく色あせちまった。もともと俺は人を殴るのは好きでな。相手がムカついたから殴るんじゃねえ、殴るのは好きだから殴った。根っからの極道のくせに、いつからかてめえの血流すのが億劫になってな。金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのが楽しいとは限らねえがな。せやったら最後にお楽しみができてよかったやねえか。お前らは空の一つぼっちゅうざれ言のために群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ言には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえや、堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。
島五郎。惜しかったな。こんな時代に踊らされてなかったらその拳でてっぺん取れたかもしれん。あんたにはそれだけのもんがあったはずや。長いこと極道をやってるという。正直てめえの立ち位置が見えてきちまう。風間の頭みてえな男がいる限りてっぺんを取ることができん。なんてな、俺もよ、もう少しおめえみてえにバカだったらよかったのにな。俺かてそないバカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついた。ラッキーなんだな、お前は。天野。余計な真似してんじゃねえぞ、おら。島野が始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはな。マジバ、おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島野も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島宗平、そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないとあの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、油断するなよ。地獄の底まで引きずり込んだるわ、どうじめ。
気マイビーに近づくぜ。おとなしく待っとれや。こっちはもうすぐ済む。その次がお前や。無事な。桐生一馬か。なるほど、風間の頭が見込んだわけだな。もっと早くお前の存在に気づくべきだったよ。ただの若造がいつの間にか竜に化ける一歩手前だ。そんな話はいい。女を話せ。お前が彼女を殺す気ならとっくに殺してたはずだ。先生、その子を連れて離れてろ。もう用は済んだ。女を始末するのはお前を殺してからだ。それで風間の息の根が完全に止まることになる。セラの野郎は後でじっくり料理すりゃいい。今俺がやらなきゃいけねえのはお前だ。風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する。俺が欲しいのはあの風間慎太郎を超えたっていう看板だ。何？人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められる。それが看板ってやつだ。お前はそんなくだらねえもんのために風間のおやっさんを狙うのか。そのくだらねえもんのために命張らなきゃいけない男もいるんだよ。俺の父親は昔ある代議士の秘書をやっててな、ゆくゆくは政治家になるんじゃねえかって周囲からも期待されていた。だが手柄は全部代議士に持っていかれ、挙句の果てにその代議士の汚職が原因で自殺に追い込まれた。それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった。世の中なんてそんなもんだ。頑張ったことが報われない社会でまっとうに生きるなんてバカバカしい。だから俺は力が全ての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った。必死になって金も作った。親父が欲しがるものは何でもくれてやった。だが極道も政治の世界で同じだったぜ。結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった。風間のおやっさんは
看板だけの男じゃねえ。クソみてえな親の下で堂島組を東条界最大の組織にまで育てた。あんたの父親を死なせた代議士とは違う。そんなことは分かってる。風間は別格の極道だ。俺には別格と呼ばれるほど看板はねえさ。だがてっぺん取るためにそれが必要ってんならてめえで作るだけのことだ。おめえはそうやって何でもかんでも計算づくか。男の看板ってのは自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ。後から勝手についてくるもんだ。なんとでも言え、これは俺なりの努力ってやつさ。その努力が女を撃つことか、橘や小田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだろ。だが風間も昔は東条界のヒットマンとして何人もやってきた。それこそ伝説になっちまうほどの人数だ。お前が思ってるほど真っ当な男じゃねえ。空の一坪にしても最初は堂島組のお家騒動だった。そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか。何が言いて。あの風間の頭ならいずれ女や立花が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だっててめえの描いた絵を完成させるために立花たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の策だ。だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。龍背負ってんのはおめえだけじゃねえんだよ。お前を殺し風間を越えて俺ら堂島の龍になる。俺はそんな肩書きはいらねえ。だが龍は一匹でいい。ああ、お前の言う通りだ。付き合ってやるぜ、そのくだらねえ戦いに。
一つだけ癖から学んだことがある。極道は張り続ける限り負けじゃねえってことだ。お前も風間もそして女も必ず殺してやる。立花のようにな。線越えちまったら戻ってこられなくなる。こいつ殺したとこで何にもならねえだろうが。お前勝手に先は死んじゃねえよ兄弟。踏みとどまれ。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。だから錦、そいつらを殺すのか。真島、当たり前や。こいつらがおる限りあの子はいつまでも狙われるんや。全部姉妹にするにはここで殺すしかない。やるんや殺すんや。俺がこいつらを誠の代わりに。彼女がそれを知ったら苦しむだろうな。何？感謝するかもしれん、謝るかもしれん。だがいずれ彼女は必ず苦しむ。冴島大我が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる。彼女は自分の手がきれいなままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだと、そう気づく。自分のために人殺しになった者へ償う方法はこの世にない。お前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か。クソボケが
せやったら俺はどないしたらいいんや。こいつら殺してもあの子を救うことにならん言うんやったらどないせえっちゅんじゃ。もう終わったんだ真島。牧村誠は意識を取り戻した。今風間組の柏木たちが病院に移送してる。誠が意識を。な、何言ってる。女が生きているのか。バカな。それじゃあ空の一粒はあの土地はどうなった。堂島さん、空の一粒はもう彼女の手を離れました。うちが新しい土地の所有者です。1000億も出してもらえりゃあなたに売っても構いませんがね。何。堂島組の時代は終わったってことです。神室町再開発の莫大な利権は空の一粒を持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東条会の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか。その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。堂島の急所を握る生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅうんか。俺はそこまで甘くはない。その殺し屋の身柄は日京連で隠し持つ。東条会最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。よくこらえたな真島。牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃない。お前が彼女を救った。よう言うわ。あんたも俺を栄養に利用したっちゅうわけか。島野の親父と同じように。ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父島野に一つ伝言を頼めるか。お前が奴に東条会を裏切ったけじめをつけさせろ。何やと。佐賀は島野の兄弟に会いに来たのか。親父おるんやろ。話があるんや。兄弟は今近江連合の本部長と話してる。近江の本部長。近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。残念やったな。空の一粒は日京連の手に渡ったで。もうあんたらの付け入る隙はなくなったっちゅうことや。そっか。じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。
なあ、楽しかったよな。なんだかんだ言って俺ら。それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。面白いな、巡り合わせってのは。真島。親父、日経連の世良から伝言を預かってきました。ほう。東条会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。空の一つぼを近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしいと。そんな話ようのこのこ言いに来たな、真島。セラは親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。せやったらお前わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ、ただ一つだけお願いがあります。西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください。これがわしの答えや。セラに言うとけ。空の一壺も近江の本部長もわしには何の関わりもない。お親父、お前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら目先のことだけ考えとったらええ。せやけどてっぺん取る気なんやったら勝ち方を考えなあかん。三日天下やないほんまの天下の取り方をな。風間と日経連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの。可愛い子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ、真島。災難だったな、堂島。阿波の河岸に久世と渋沢も殺にパクられた。風間が無所から戻ったところで今の堂島組は神室町の再開発どころじゃねえってことか。会長代行にはご心配をおかけしております。気にすることはねえ。それより
俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある。承知の通り、先代が亡くなって以来、東条会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った。同時に長らく本家若頭の座は空白だったが、この堂島からも強く押されてな、空席を埋めることにした。日教連の世良総裁を東条会本家若頭に指名する。後見人は堂島だ。他直系組長からも多くの指示があった。世良には本家若頭として引き続き堂島が手放した神室町再開発計画の面倒を見てもらう。そろそろ俺の出る幕もしまいだな。よく来たな。すまなかった。苦労をかけたな。今日はおやすさんに報告したいことがあって来ました。多分おやすさんは俺の言うことに反対します。それでも俺は。そうか。おやすさんには俺がこれから言うこと分かるんですね。ああ。だが、できるのか、カズマ。覚悟はできてます。おい、桐生、お前どういうことなんだ。ちょっと錦山君、急に大声出さないでよ。お前堂島組に復帰したってマジか。え、今日風間の親さんの面会に行ってきたんだろ。復帰のことも話したのか。さっき風間の親さんにはこのまま仇に戻れって言われた。親さんは俺が極道には向いてねってよ。あの人が俺を橘に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。もう一回考え直せよ。いや、
それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。え？俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。はあ、そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。わかんねえ、わかんねえけど、逃げちゃダメってことかな。逃げずに頑張って、そして残った道がそいつのやるべきことっていうか、奴らみなそうしてたんじゃないかな。で、そいつを見つめるための堂島組復帰ってことか。ああ、今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って、俺は俺の極道を行くさ。風間のおやっさんとは違う、俺だけの極道ってのをな。あれ、お前いつもの一丁らは。ああ、この前これ見かけてさ、気に入ったんだ。おいおい、真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ、それにそんなスーツ今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか。らしくねえか。でもらしさってのは自分で決めるもんだろう。あのな、けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど、スーツくらい人の意見聞いたってバチは当たらねえぞ。いや、俺はこれがいい。いやいや、じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。俺が決めた、これで始めたいんだ。わかったよ、知るか。じゃあ一生来てろ。ありがとうよ。なんだよ急に勝手に大人ぶりやがってよ。錦、俺お前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。なんだよ急に。一生かかってでもこの恩は返すぜ。何言ってんだお前。そうか、じゃあ飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。おう、カムロ町で一番いい肉食わせるとこで。でもよ。どうした？今日はあんまり持ち合わせが。てめえ。てめえ。ほら行くぞ。いいな。は？なんだそのへんてこなジャケットは。
グランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだ。ほっとけや。俺は決めたんや。何が正しくて何が悪いか分からんこの街で、誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってな。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。お前とは妙な体験しちまったが、これからは同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたいときは連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。確かにな。まあお互い敵も多い身だ。せいぜい死なないように頑張ろうぜ。あんたは死んでも死なんやろ。そうだな。ほな、またな。大きにやで、佐賀。は？何言ってんだお前。あんたは何があっても諦めへん執着心の塊のような男や。あんたには諦めんことの重要さを教わったわ。俺も執着するで、真島五郎っちゅう男の生き方に。好きにしろ。待ってるぜ、マジマちゃん。はあ、ずいぶん早いお迎えだね。さ、俺も行くか。な。話くらい聞いてくれたっていいじゃんねえ。君らもお金好きでしょ。女の子だから得できるいい仕事いっぱい紹介するよ。しつこいです。いい加減にして。そうカリカリしなさんなって。そうそう、お茶でも飲みながらさ。さあさあ、やめて。あんたちょっとやりすぎじゃねえか。こりゃ障害っつうんだぜ。落とし前つけてもらわねえとな。話なら聞く。その代わり私一人で。面白え。よし、お前は行け。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。この甘い下手に出てりゃ息になりやがって。兄貴。
です。どうです、こいついい女でしょう。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ。あ、天下の魔人。君はここに。先生、でも。あ、先生。あ、あんた、誠さんに何する気だ。あ、違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの、この人は助けてくれて。いや、彼女は私の患者だ。なんや先生って、医者かいな。惚れとんのか。な、何？どうなんや。何を急に。その原骨がそう言うとる。でも男が一旦原骨こしらえたら、そのけじめは取るもんや。どうなんや先生。お前、彼女に指一本でも触れたら。喧嘩なら相手が悪いで。あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。けじめつけてくれや、俺のためにも。ん？あんたの？ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。で、どないやねん。惚れとんのか、惚れとらんのか。愛している。医者としてではなく、一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。嘘じゃない、彼女に話したことさえないが。なら早よ言うてやらんかい。ねえ、そばでちゃんと見とけや。しっかりせ。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ。何も、全然平気です。そうか、よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、あの、そうだ、今から少し話する時間ないかな。え、はい。Thank you.
全部終わったよ。もうだからゆっくり休んでね、お兄ちゃん。私ね、たくさんの人に助けられた。リーさんやキリュウさん、セラさん、本当にたくさん。でも一人だけまだお礼を言えていない人がいるの。ずっと一緒にいたのにその人の名前も知らない。顔だっておぼろげにしか見てない。本当ダメだよね、私って。お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうか。ごめん。私の、ありがとう、ありがとう。キリュウちゃん！